長岡山つ,つじ園佐賀江公園は山形県佐賀江市にある公園である。ピンクの津つ地つ1976年4月に開園。標高160.2メートルほどの長岡山にある。入園は無料。近くには山形県立佐賀江高等学校、佐賀江八幡宮がある。広さは33.1ヘクタールで様々な施設が公園内にある。 5月上旬、5月下旬に見ごろを迎える、東北最大規模の筒子園が見物で、大紫筒子、蓮華筒子、キ蓮月ゲ筒子、ベニキリシマ筒子、日の出筒子、キリシマ筒子、琉球筒子、クルメ筒子、ヤマツツジの9種類、約4万株が咲く。桜のシーズンには、約200本ほどの桜並木も見物である。標高が高い位置にある公園であるため、公園からは、 佐賀江市街を一望できる。2013年、佐賀江市による再整備計画素案が発表され、花坂か山をコンセプトに市民に愛される公園づくり都市、筒子園、歴史と桜の丘、紅葉樹林が広がる、花木林、歴史景観を維持する赤松林、多目的運動広場、青空広場の6つのゾーンに分け、2025年までに順次整備を行うことを予定している。 訪れる人が少なくなった理由の一つという、公園周辺のアクセス道も改善する。佐賀江公園の魅力アップへ、花坂か山目指しアクセス道も改善。山形新聞、http コロンスラッシュスラッシュ myamagata-np.jp スラッシュニューススラッシュ201304スラッシュ11スラッシュ kj2 長百三十億四千百十万百六十四 h p 2013年4月23日閲覧。桜の園公式ブログ2008年4月12日。ありがとうございます。